こんにちは、のり太郎です。今回は今話題の誰でも使える最新の人工知能ですね、 AI のチャット GPT というものに値上がりするモダンコイン10銭っていうのを挙げてもらいましたという企画になります。でチャット GPT のことは、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、せっかくなのでもうチャット GPT 自身に自己紹介をしてもらいましょうということで、チャット GPT っていうのはウェブ上のこのような画面で使えます。でこれ誰でも使えます。で URL 貼っときますので、それでインストールして、簡単な、ログインに必要な情報を入れるとこう誰でも使えます。でこの下に質問を入力すると AI が答えを返してくれます。でまず質問でチャット GPT を簡単に説明してくださいという質問をしました。で答えはチャット GPT はオープン AI、これ会社ですね、オープン AI というところが開発した自然言語処理の一種で、大規模なトレーニングデータを使用して人工的に生成された大規模なニューラルネットワークモデルというのはちょっとよくわからなかったんですけど、調べたら、人間の脳みそのニューロンと同じような仕組みを持つネットワークモデルのことということです。人工知能のことですね。でチャット GPT は自然な言語での会話や文章の生成を行うことができ、多様なトピックや文脈に対応することができますと。でチャット GPT はオンラインチャットボットや自動音システム、自動翻訳など多くの応用分野で利用されていますということで、自己紹介してもらいましたけど、本当に革命的な AI で、さまざまな分野で今後革命的な効率化っていうのがこの AI によってなされていくのかなと思われます。ということで早速この最新の AI に、モダンコインは儲かりますかとまず聞いてみました。で出てきた答えがこちらです。でモダンコインについては私は投資アドバイスを提供することはできませんが、いくつかの一般的な情報を提供することができますということ でモダンコインとは現代的なテクノロジーを使用して制作されたコインのことを指します。でただしどのようなコインがモダンコインとして分類されるかは明確に定義されていません。そのため具体的なコインについての情報が必要です。で暗号通貨市場はってなってますね。暗号通貨市場は非常に変動的で価格の変動が激しいため投資には高いリスクが伴います。でここからもう完全に暗号通貨の話になってしまってるんですけど、暗号通貨に関しては過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。暗号資産は規制上のリスクや安全上のリスクがあることも覚えておいてください。投資に関する決定を下す際には自分自身の情報を収集やリサーチを行い、資産ポートフォリオや投資目標、リスク許容度を考慮することが重要ですと。投資に関しては専門家のアドバイスを求めることをお勧めしますということで、ちょっと完全に暗号資産のお話になってしまったのでもう一回質問しました。でこの、こういうところがちょっとチャット GPT のすごいところで、今の会話を組んで次にちょっと質問すると、その質問は過去のその会話を組んだ答えを返してくれるということで、いろいろ会話が成り立つというのがまたすごいところです。ただモダンコインっていうのが、あまり世界的に一般的じゃないのかもしれないので、聞いてみました。100年以内に販売された金貨や銀貨をモダンコインと呼ぶと思うのですがと聞いてみましたら、一般的にモダンコインは現代テクノロジーを使用して製作されたコインのことを指す言葉です。そのため100年以内に販売された金貨や銀貨をモダンコインと呼ぶことはありませんと。
断言されてしまいました。まあこのようなコインは歴史的価値や収集価値があることが多く、古代貨幣、歴史的な通貨、歴史的な貨幣、アンティークコインなどと呼ばれることが一般的です。ただし時代や流派を問わず、金貨や銀貨のなどの貴金属のコインには投資価値があることがあります。これらのコインの価値はその種類、鋳造量、保存状態、需要と供給のバランス、市場のトレンドなどに影響を受けることがあります。しかし貴金属コイン投資に関する場合でも、投資にはリスクが伴うことを忘れてはなりませんと。最後はしっかりと現代のそのコインに対してのコメントを返してくれたということなので、100年以内に販売された金貨や銀貨っていうのは認識してくれているということなので、これからちょっとモダンコインとは使わずに、100年以内に販売された金貨や銀貨っていうことでもう一回聞き直してみました。100年以内に販売された金貨や銀貨で今後値上がりが期待できる具体的な銘柄を10個教えてくださいと入れてみました。ただ答えはこちらです。私は投資アドバイスを提供することはできません。ただし一般的な情報を提供することはできます。で、今後も多分これがずっとその投資に関する質問をすると、最初にこう枕言葉のようにこれがついていきます。で、次ですね、金貨や銀貨の価値は時代や流派、製造数、先ほどと一緒ですね、市場のトレンドなどに左右されます。そのため将来的な価値の上昇を予想する具体的な銘柄を指定することは難しいですということで、前置きを してますが、しかしながら歴史的な金貨や銀貨には一般的な収集価値があり、投資対象として人気があるものがあります。一般的な収集家の間で価値が高いと考えられているコインとしては以下のようなものが挙げられますが、これが今後必ずしも値上がりするとは限りませんと、しっかり、逃げ道を作っているか、一般的にはこういうのが人気ですよっていうのを10個示してもらいました。それがこちらになります。アメリカンイーグル金貨、カナディアンメープルリーフ金貨、ウィーンフィルハーモニー金貨、イギリスソブリン金貨、スイスフラン金貨、アメリカンシルバーイーグル銀貨、カナディアンメープルリーフ銀貨、オーストラリアクーガーランド銀貨、チャイナパンダ銀貨、メキシコリベルタッド銀貨ということで、これは投資が地金型のコインがバーッと出てきたということですね。で、最後に、ただし投資には高いリスクが伴いって、先ほどと同じのが出てきますが、地金型が人気なのは分かりましたと。で、私が知りたいのはプルーフの贈答用の方だったので、もう一回ちょっと聞き直してみました。で、100年以内に販売された希少性の高い金貨や銀貨で今後値上がりが期待できる具体的な銘柄を10個教えてくださいということで、先ほどのアドバイスをできませんと、そういうのを言われましたが、で、出てきたのがこちらになります。スイスブロンプス金貨、1923年、にイギリスジョージ5世の銀貨、ロックの像、1927年、アメリカセントゴーダン金貨、1907年から1933年、イギリスエリザベス2世の金貨ソブリン、1957年から1968年、カナダエリザベス2世の金貨メープルリーフ、1967年、これがなんか多い、少ない年なんですかね。で、オーストラリアエリザベス2世の金貨ナゲット、1986年から1989年、イギリスビクトリア女王の銀貨ヤングヘッド、これはちょっと1867年なんでアンティークかなと思うんですけど、アメリカモルガン銀貨、1878年から
1921年ドイツバイエルン州の金貨デンクマールク、1871年、1914年オーストリアフランツヨーゼフ一世皇帝の金貨コロンビア博覧会記念、1892年ということで、アンティークコインが混ざってしまってるんですけど、なんか個別銘柄をバーッと出してもらいました。で、これは最後に投資に関しては自分自身の情報収集やリサーチを行い、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。また投資には高いリスクが伴い、将来的な価格の上昇を保証するものではありませんとなってますが、だいぶ銘柄がバーッと出てきました。これでちょっと一番目のスイスブロンプス金貨っていうのがちょっとよくわからなかったので、ちょっとそれについても聞いてみましたが、ただこのチャット GPT はですね、ブワーッとネット上にある情報をチャット GPT なりに要約して、出してるので、ネットの情報が正しくなければ正しい情報とは言えないというのは、これはネットの情報一般的に言われることなんですけど、一応これで聞いてみると、スイスのブロンプス金貨っていうのは19世紀後半から20世紀初頭にかけて発行されたブロンプスという小さな村の自治体が発行した金貨です。1923年に発行されたこの金貨はスイスのフラン通貨にペックされていたため、1フランに相当する価値を持っていました。ただし当時のスイスでは金本位制がすでに崩壊していたため、この金貨は通貨としてではなく、あくまでも、金の交換手段として扱われました。ブロンプス金貨は金地金の純度が非常に高く、また発行数が非常に少ないことからコレクターの間で人気が高いです。現在市場価格は鑑定や状態によって異なりますが、一般的には金地金の価格よりも高く取引される場合がありますと。でなお、ブロンプス金貨は20フラン、10フラン、5フラン、2.5 フランおよび1フランの5種類が発行されています。1923年の1フラン金貨は直径15ミリ、重量 0.03 トロイオンスで、発行枚数はおよそ6000枚程度と言われています。ということで、これネットで私なりに調べてみたんですけど、このブロンプスっていうのが そもそも出てこなかったりですね、なかなかこれに行き着かないので、もしこれ有名だよみたいな感じでご存知だったら教えていただけたらありがたいです。なんかこういうのもあるのか、それともちょっとチャット GPT のファンタジーになってるのか、ちょっとその辺がよくわからないです。多分全部が正確な情報ではないっていうのは本人も言ってますし、そこを分かった上で使わなきゃいけないと思うんですけど、もしかしたらこういうのもあるのかなというような結果が出てきました。で、最後にというかですね、100年以内に発売された希少な金貨銀貨モダンコインの投資への展望について教えてくださいということで聞いてみました。で、そちらがこちらです。100年以内に販売された希少な金貨や銀貨に対する投資の展望は、将来に値段が上昇する可能性があるとされています。ただし将来的な価格の上昇を保証するものではなく、市場の変動によっては損失をかぶる可能性もあります。希少な金貨や銀貨の価値は品質、年代、発行枚数、歴史的背景などの要素によって決定されます。一般的に発行枚数の少ない歴史的な背景を持つ高品質な金貨や銀貨は高い価値を持ち、投資対象として注目されています。で、金貨や銀貨の投資はその希少性や美しさ、歴史的背景などからコレクターの間で人気があります。特に希少な銀貨は過去の通貨や文化的背景を反映しており、コレクターの興味を引くことが多いです。希少な銀貨、ちょっと銀貨に限定しているところが少し面白いですね。しかし
金貨や銀貨の投資には高いリスクが伴います。これは先ほどのと一緒ですね、リスクがあるため、適切に評価する必要があります。また専門家のアドバイスを受けることも重要ですということで、しっかり逃げ道を作りつつ、展望としてはいいような話を言っていただいてますので、モダンコイン、もちろんモダンコインも長期保有すればアンティークコインになりますんで、しっかりした投資対象にはなるという、AI の評価かなと思います。で、最後にアンティークコインでもどうかっていうのを聞いてみました。で、チャット GPT はその聞くごとに、学習をしていくので答えがどんどん変わっていきます。だからこれっていうのはないんですけど、聞き方の言葉尻一つ一つでいろいろ変わるので、皆様もいろいろ試しされたらいいかなと思いますので、概要欄にも貼っておきますので、そちらでチャット GPT を見て、触れてもらったらいろいろ面白いことがわかるかなと思います。で、最後にアンティークコインで今後値上がりが期待できる具体的な銘柄を10個教えてくださいということで聞いてみました。で、アンティークコインで今後値上がりが期待できる具体的な銘柄以下のようなものがありますが、これらは投資を進めるものではありません。ちゃんと逃げ道を作ってます。で、ここ出てきたのがまず1つ目、ローマ帝国のデナリウス銀貨、2個目、ギリシャのシケリアのシラクサ銀貨、3つ目、アテネのテトラドラクム銀貨、4つ目、古代中国の銅銭、5つ目、古代インドの貨幣、6つ目、アメリカのモルガン銀ドル、7つ目、イギリスのソブリン金貨、8つ目、フランスの二十フラン金貨、9つ目、スイスの二十フラン金貨、10個目、オーストリアのハンガリー王国の金貨ということで、先ほどとちょっと似たようなのがやっぱり出てきますけど、古代コインからアンティークコインまで、いろいろなところを教えてくれると、なかなか面白いかなと思います。で、最後にちゃんとこれらのアンティークコインは希少性、歴史的背景、美しさ、つらつらと、自己責任でやってねというのに、が書いてあります。なので皆様もぜひこういうのを使ってまた勉強すると違った面白さがあるかと思いますが、ちょっと正確性に欠けるっていうのは、今回の動画で分かっていただけたかなと思います。正確性には欠けますが、新たな先ほどのスイスのブロンプス金貨というような聞いたことないようなのが出てきたり、新たな情報が得られるというのも一つの、楽しさというかですね、意義があることかなと思いますので、こういったものを駆使してまた新しい情報をつかむというのも楽しいのかなということで、今回のご紹介でした。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつもご視聴くださっている皆様、いつも本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン、ご視聴ありがとうございました。